こんにちは、ドラマのケンです。今日はですね、ドラムセットを使った基礎練習、これについてお話ししたいなと思います。ドラムセットで基礎練、何みたいなとも思ってると思いますので、はい、まあ簡単なもんなんでね、はい、最後まで見てってください。ドラムセットっていっぱいあるじゃないですか。で、最初にドラムセットに座ると、これがねすごくまあうわーって思うんですよね。ドギマギしちゃうんで、よくねドラム触ったことない人から、いやドラムってなんかいろいろあって、いろんなのを別で動かしてるから難しいんでしょみたいなこと言われるんですけど、ここがね実は失敗の始まりなんですよ。全部違うと思ってるから。だからドラムセットっていうのはね、こんだけいっぱいあるけどコントロールするものは一緒なんだよっていう風に考えることによって、すごくシンプルにちっちゃく見えます、ある意味。はい、そういう風に考えていければなと思うんですよね。そのドラムセットをそういう風に考えるための、はい、基礎練習っていうのをね、ちょっとお話ししていこうかなという風に思います。まずはですね、スネアドラムで、16分音符ちょっと叩いてみましょうか。1、2、3、4。はい、ありがとうございます。これね、16分音符ね、これはもう私のドラムセット的に言うとね、私のもう目の前にね、体の目の前にあるんで、まあ言ってみれば練習台とかね、うん、あとはクラシックとかやってる方だったら小太鼓とか、そういうこととね、全く同じだと思うんですよね。はい、そこから、これがあるぞって言って迷っちゃうっていうのがね、よくあることなんですよ。なのでわざとですね、このタムがあったりハイハットがあったりっていうのをですね、わざわざそっちに自分が寄ってくんですよ。そうするとスネアドラムで叩いてる時とね、これっていうのがだんだん同じになってきます。スネアドラム叩いてるっていう気持ち、他の音に導入させていくんですね。1、2、3、4。感じで、まあ具体的に言うとこういう練習です。うん、例えばリズムパターンをこういう風にシンプルにしてもいいと思うし、例えばこういう風にしてどん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 音を変えるっていうのをね、頻度を速くしたりとか、そういう風にしてみたりするのもすごくいいと思うんですけど、ここですごく大きな、ね、ポイントなんですよ。これはどうしてもね、タムだったらすごいここに対してなんかこう前に行くって感覚持っちゃうじゃないですか。ここがね一番分かんなくなるところの一つの叩き方っていうのはですね、こういう風になったら、私はよくですね、クリスマスツリーのをイメージしてくださいっていう風にレッスンで言うんですね。で、クリスマスツリーっていうのは何かっていうと、上にお星様がついてるじゃないですか。で、私はお星様なわけですよ。まあ、ここ笑うところなんですけど、はい、私はお星様で、では頭がお星様だっていう風に考えていく。そしてね、ツリーのように頭からこう落っこっていくみたいな感覚を作るんですね。そうするとトントントンもトントントン、トンに対してもトンに対してもあんまり変わんないんですよ。だけどここのね、地点を中心に考えちゃうと、どうしてもここっていうのはね、ここからここに行くみたいな、すごいなんか大移動してる感じじゃないですか。だけどトンからトントンからトンってなったら、そんなにね変わんないんですよ。だからこの上から垂直方向に考えていくっていうのはね、すごいポイントなんですね。だからこういう風にしてっていうんじゃないんですよ。こうするとすごい肘がね、もう余計に前の方に考える。だって、ね、肘の位置ほとんど変わってないと思うんですよ。ね、こういう風にしてやってみるとすごくいいんですね。限界までタム回してみたいと思います。1、2、3、4。
肘の位置っていうのはねほとんど変わらなかったっていうところね、ここをすごくね意識してほしいんですね。クリスマスツリーですよ、大事なのはね、お星様になってください皆さん。はい、そんなわけでですね、こういう風にドラムセットっていうのがね、普通の練習台よりもね、いろんなものがあると、それをわざわざね使ってで基礎練習をするっていうね、これもすごい大事なことだと思いますので、はい、ご自宅にドラムセットがある、スタジオにドラムセットがあるってなったらね、基礎練習ドラムセットでやってみるってこともねちょっと考えてみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。